皆さんこんにちは、小場翔です。今日はですね、私就活の虎に出演しましたが、パチパチパチということで、皆さんにですね、新しい僕が出演している、動画のご案内ができればなというふうに思っております。皆さんご存知ですね、私受験生版タイガーファンディングという、企画に、毎回参加をさせていただいております。1月の終わりからはですね、なんとキャスタシ TV で、配信もさせていただけるということで、大変ね、私自身も頑張ってやっていこうというところでございますけれども、もともとですね、受験生版タイガーファンディングという企画というのは、もともと令和の虎のタイガーファンディングという企画をベースにして作られたものなんですね。で、ご存知の方も多いと思うんですけれども、令和の虎というのは、モノリスジャパンという会社をやられている、岩井社長という方がスタートされた企画なんですね。岩井社長につきましては、岩井社長がタイガーファンディングを始める前からですね、私自身実はコラボをさせてね、いただいたりとか、個人的にね、お食事に行かせていただいたりとか、麻雀とかね、させていただいたりとか、すごくよくしてくださっている方なんですけれども、岩井社長のね、チャンネル、私自身も元々ね、昔やっていたマネーの虎というですね、テレビ番組の僕、結構ファンでして、当時本当に中学生とかだったんですけど、その中でも、別にお世辞で言ってるわけではなく、本当にね、岩井社長かっこいいなと思ってて、あともう一人ね、高橋がなりさんっていう方がいらっしゃって、そのね、二人が僕すごいかっこいいなと思ってて、すごい、正直ね、子供なんで、投資がどうとか全くわからないんですけど、なんかこう、お金の出しっぷりがね、こうかっこいいなとか思って、憧れてた、方で、まさかね、大人になってからね、その方と出会うなんて1ミリも思ってなかったんですけど、すごくね、よくしてくださっている中で、そのね、令和の虎タイガーファンディングというのは、そのビジネスマンが、出てきてですね、自分のビジネスの説明をして、投資をね、虎側がするというものなんです。なのでね、受験生版よりもっとね、大きな金額が動いているすごい企画でございます。皆さんもご存知ね、僕の友人の細井先生であるとか、他にもね、有名な武田塾のね、社長の林さんであるとか、そういう方がね、出られている番組ではございますけれども、そこのね、スピンオフ企画として、就活の虎というのがね、始まりました。これね、どんな企画なのかということなんですけれども、まず最初にね、告知の動画があるので、ちょっとね、そちらをまずご覧いただければと思います。ちょっと見てみてください。あなたが求める人材の姿は？モノリスジャパンは変態を肯定します。変態さん、いらっしゃい。どうぞ。失礼します。今宵始まる新たな戦い、就活の虎タイガーリクルーティング。椅子に座るのは令和の虎主催モノリスジャパン代表岩井。見慣れたスタジオで一体何が起こる？では改めまして、あなたのご経歴は？はい、株式会社モノリスジャパン代表の岩井と申します。よろしくお願いします。会社はですね、東京高田馬場にあります。はい、業種としては、一言で言うと広告業なんですけども、いくつかいろんな、業態をやっております。よろしくお願いします。では新しい人材をつかみ取れ、キャッチザリクルーティング。どんな人物を求めてますか？僕はあんまり普通の人材を求めていなくて、特にこの事業に一番情熱をさせていきたいというところってありますか？伸ばしていきたいのはこの YouTube の事業です。でも僕は本当に一番好きなのは新卒採用なんですよ。実際に新卒で入社した後に、はい、例えば配属とか、はい、もしくは最初の研修とか、はい、どういう流れでこう仕事に参加されて、選考段階で、希望は聞きます。はい、でそれはほとんど基本的に通すようにしてるし、そういうバランスを考えた上で、うちは小さな会社なので無尽蔵にたくさん取るわけにはいかないので、ミスマッチがないので、入社してお互いこうウィンウィンになれるような選考だなと思って、すごいな、素晴らしいなと思いました。僕はこの考え方の原点になったのが学習塾の運営だったんですよ。日本の将来不安ですね。はい。ご覧になっていただいたと思うんですけれども、もういい感じのこう、ムービーで楽しそうだなって思うかもしれませんが、結構これ面白い企画でして、普通であればね、志願者みたいな人が出てきて、こう、虎がですね、結構突っ込んだりとか、結構厳しいことを言ったりとかして、内面をえぐっていくみたいなところが見どころなんですけど、今回結構逆で、そもそも採用活動をしたい会社の、社長、もしくは、それに準ずる方が出ていらっしゃって、
で、まあ、それでですね、ご自身の会社のいろんなアピールポイントとか、もしくはどんな人を採用したいのとか、まあ、そういう話をね、どんどんしていただきます。で、普通であればね、そこまで動画にして終わりじゃないですか。ね、会社説明動画みたいな感じで、まあ、よくある動画の一個に過ぎないんだけど、実はね、こう、我々、こう、虎側として僕もなんですけど、大変恐縮ながら座らせていただいて、まあ、しかも僕一番ね、右端の席に座らせていただいているんですが、まあ、そこでですね、いろんな質問を、虎側が、その会社の方にですね、質問させていただきます。で、ぶっちゃけね、やっぱ就活生って、その会社に入りたいと思っても聞けないことたくさんあるじゃないですか。ぶっちゃけ初任給いくらですかとか、ぶっちゃけそのね、何年間ぐらいでどれぐらい昇進できるんですかとか、まあ、ちょっと現金すぎてそういう話って聞きたくないよねとか、まあ、聞きにくいよねみたいなのっていっぱいあると思うんですよ。ただ、今回別に僕らは就活生ではないので、まあ、ある種フラットな視点で、どんどん聞けるんですよ。正直、社長ってどういう思いでその事業を始められたんですかとか、まあ、結構その、まあ、ちょっとした質問とかもできたりするんですよ。で、それが結構ですね、やっぱ就活生の方にとって、あ、聞きにくい質問も見られるっていうね、そういうコンテンツになっているので、非常に面白いと思います。で、しかも別にその虎側が立場が上っていう感じでもないので、圧倒的に。普通にこうフラットな感じでね、質問をして、しかもですね、その虎側は、その今回お金を積むわけじゃないんですよ。何をするのかというと、いいねボタンっていうのを押すんですね。で、いいねボタンを押すとですね、その、まあ、映像をぜひ見ていただきたいんですけど、その、トラじゃないですね、志願者の方が座っている席の後ろにですね、その、いいねボタンの数が出てきて、いいね、いいね、みたいな感じで、その、いいねボタンが増えてくるんですよ。なので、やっぱりその、いいねの数が、まあ、どれぐらいいったかみたいなのが結構一個の指標で、まあ、もちろん、いいねの数がいったから、まあ、絶対にね、まあ、いいね、職場とはもちろん限りませんけど、でも面白いですよね。普通にその、社長とか経営者の話を聞く側が、ね、聞かせていただく側が、勝手にいいねボタンとか評価してるわけなんで、これなかなかね、他のチャンネルではないだろうっていう面白い企画になっております。しかも、ね、普通であれば最後お金を出すときに、まあ、最終決定ということで、例えば、100万円投資しますとかね、いくらいくらやりますって言うんですけど、その代わりにですね、こういう学生にはおすすめですとか、こういう学生にはぶっちゃけおすすめできません、みたいなのを、僕らが出すんです。で、当たり前ですけど、僕らは別にね、お金もらって出てるわけでもないので、普通にフラットな視点でですね、書かせていただいてます。なので、別に忖度とかなくですね、普通に話を聞いて、あ、こういう子にはぶっちゃけ向いてないよねって話と、逆にこういう子には向いてんじゃないみたいな話ができるので、多分最後まで見ていただくことで、就活生の方には、非常にね、参考になるコンテンツだとは思います。実際ですね、今回こう出られている方っていうのが、まあ、本当にすごい方々ばかりなんですね。で、多分この動画が出るときに、まず1本目の動画がすでに公開されていると思います。忘れなければ概要欄にリンクを貼っておきますので、まあ、ぜひ見てみてください。で、今回初回出ているのが、先にちょっと言っちゃうと、実はもうね、企画をスタートした、まさにね、岩井社長がですね、など出てきてですね、モレスジャパンさんが、採用活動をするという内容になっているんですけれども、まあ、非常にね、面白い内容になっています。そしてその後もですね、ちょっと、スパンはありますけれども、他の会社の社長もどんどん出てきますので、まあ、ぜひね、見ていただければなというふうに思います。まあ、正直ね、僕も、まあ、受験生版タイガーファンディングはやらせていただいておりますけれども、その就活の虎っていう企画自体がね、そもそも初めての企画なので、これどういう質問しようかなとか、どのタイミングでいいねを押すかなっていうのを結構探り探りやったんですけど、まあ、やっぱりね、虎側に並んでいる人も、まあ、ぜひね、楽しみに見ていただければと思うんですが、皆さん結構ね、YouTube とかやってらっしゃる方なので、結構ね、面白い感じに、進んでいったかなというふうに思いますし、結構、まあ、冗談なんかも出てきたりして、多分普通のね、面接とかでは出てこないような話題とかもたくさん出てきたので、まあ、非常にね、面白かったかなというふうに思います。まあ、というわけでね、今回ちょっと告知動画になりますけれども、ぜひね、皆さん、就活の虎見てみてください。というわけで、本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。